そのままいただきます。ちょうど映写機の下のあたりですね。はい。金子伊役東出昌宏さんお願いいたします。はい、えー、東出です。本日はお越しくださいまして本当にありがとうございます。<laughs> えー、一昨年の夏、えー、一番暑さが厳しい頃にみんなで、えー、撮影をしました。で、えー、一年半経って。 しかし、僕が演じたこの金子勇さんという人物が、本当に素晴らしい方だったので、えー、この人物を描いたウィニーという作品を、早くお客様に見ていただきたいと内心思っておりました。それが本日かなったので、大変嬉しく思っております。作品を楽しみなさってくださってありがとうございます。えー、今日は短い時間ですが、お楽しみください。よろしくお願いします。吉田さん、ありがとうございました。 続いてダン・豊光役三浦孝広さんですお願いいたします。えー、三浦孝広です。ありがとうございます。<laughs> えー、あのー、本当に一年半ぐらい前に撮,撮影をして本当に大変な撮影だったんですけど、あのー、スタッフキャスト力を合わせて作った大切な作品ですので、えー、今日こうやってスクリーンで皆さんに見ていただけるっていうのが本当に嬉しいです。えー、今日は。 短いいいい時間でですすがが楽しんでいてくださいありがとうございますあの金子勇さんを演じられるというところで、はい、金子さんについてこう感じられたことまたご自身が演じられる上で意識されたことを大切にしたことがあったら、うん、ぜひ教えていただきたいんですがいかかがでしょうか、はい、あの自分の無知を恥じるんですけれどもウィニー事件と金子勇さんという人物と両方僕は知らなかったんですオファーを受けるまで。で金子勇さんがその違法に使われた ソフトウィニーを作ったっていうところからどういう方なんだろうってどちらかというと金子勇さん自身にも会議的な思いで取材を始めたりいろいろ調べ物をしたりしながら役作りをしていったんですけれどもまあ映画の内容というか全然ネタパレっていうことではないんですけれどもこんな天才がいたのかとこんなに純真無垢でプログラム愛にあふれてた人が歴史の中に ままたたこの7年ののの年裁判の中に埋もれてしまったのかとそれを再発掘しもう本当にうんだから金子勇さんを知ってもらいたいと僕はその一心でお芝居をしてましたあのなんか体重を増やしてとか遺品を借りてとかっていうエピソードも今まで取材の中でお話しさせていただいたんですけれども金子さん生前の金子さんをもうあのお亡くなりになってるんですけれども知ってる方が 皆さんが危きとして金子さんの話をしてそういう話の一つ一つが全部役作りに僕はつながったのでだから、うん、金子勇さんっていう人物をこの日本にお届けできるのが僕は嬉しくてっていう感じで、はい、この作品に携わらせていただきました。なるほどあの撮影にも 金子さんのお姉様がいらっしゃって東出さんをご覧になってまさに金子さんがいらっしゃるようだと驚かれたそうですけれども、うん、その辺りはどのようにこう金子さんになり変わっていったんですか何でしょう金子勇が素晴らしいから金子勇になりたいと思いながらずっと役作りしてましたですのでお姉様がそうあの撮影現場でお会いした時にうんやっぱり勇ちゃんがいるって言ってくださったのは お芝居とかその映画に映るものっていうのとは全然別の次元の役所冥利に尽きる言葉だなと僕は思ってまあかそれでまあ勝ってっていうわけではないんですけれどもさらに兜のをしめてこの作品にうん全身で没入していこうと思ってやった次第ですすありがとうございます三浦さん、あの実は、はい、そして実在する人物、ダン 弁護士を演じられていますけれども、はい、三浦さんご自身がその意識されることを演じられる上で大切にしていたことはどういったことですか。そうですね。あのー、旦、えーえー、先生を演じるにあたってですね、あのー、まあもちろん、えー、裁判のシーンとかを、えー、まあある意味そのドラマとかで見る、えー、法廷のシーンだったりっていうのは少し脚色されている部分が。 あの多いのでそういう部分をなんかこう徹底的に削って、えー、リアルな方程シーンになるといいなという、えー、ところがまずありましたあ,のあとはですねえー、やっぱりダンさんが、えー、実際金子さんを、えー、どのように、えー、思って見ていたのかなっていうところをあのダンさんからいろいろお話を伺ってまあその 具体的なエピソードというよりはその金子さんの話をしている時の、えー、ダンサーの表情だったりとか喋り方だったりとか、あのー、そういうところから金子、あのー、さんへの思いが感じられるような気がしたので、えー、僕も、あのー、そういう部分はすごく大切にしながら、えー、演じていこうかなと思っていました。 あの法廷シーンのリアリティについては、本当に追求された作品というのは、ダン先生も納得の出来だったと伺っていますが、かなりその弁護士はこう動くだろうみたいなところの所作はお勉強なさったんですか、ダン先生にいいろろ伺ったんですかあ伺ったというか、あのダン先生があの見せてくれたので、こうでしたっていうのを、模擬裁判っていうのをや先生方がやってくださったんですね、ええ、実際ね。 えー、それをやってくださったのでもうそれをもう丸々コピーしてやろうという気持ちでは <laughs> いやそれができるのがすごい東出さんが演じられている金子さんのお姉さまから実はお手紙をお預かりしておりまして皆様にはあの秘密にしていたんですがここで僭越ながら代読をさせていただきたいと思います。 させていただきます。本日はウィニー映画完成披露上映会という貴重な機会をいただきまして、本当にありがとうございます。弟は2013年7月6日に亡くなりました。今年の7月で弟が亡くなってから10年になります。そして、2004年5月に逮捕された日から約20年近くの月日が流れようとしています。弟は大変穏やかな性格で。 小さい頃から兄弟喧嘩はほとんどなく、仲良く過ごしてきました。私が弟と最後に話をしたのは、弟の42歳の誕生日でした。最後にはなりますが、弟にはもう会えませんが、弟を少しでも思い出してくださり、語り継がれていくことで、皆様の心の中に弟はまだ生きていると感じております。弟の生き様が、ものづくりをする方、 IT 技術者や研究者新しいことへ挑戦する人たちへ少しでも勇気となっていただければと願っております本日はこのような機会をいただき本当にありがとうございました金子さんのお姉さまからお手紙をいただきました東出さん えー、金子さんのお姉さまとお話しされる機会もあったと思いますけれどもお手紙を今受けてお気持ちそしてその時のことを思い返されていかがでしょうかいやもう本当にお手紙をいただけるなんて思ってなかったので、うん、ありがとうございますあの後で裏で <laughs> お礼を直接申し上げたいと思いますありがとうございますありがとうございます松本監督、はいえー、この まあ、弁護団側からの物語です。えー、桂先生、段先生、この裁判で弁護をなさった先生方が、この裁判には勝者はなかったっておっしゃってました。7年の歳月がかかったんですけれども、でも、勝者はなかったんです。ただ、それでも、皆さんその7年を不毛だとは誰も思ってないし、なんか、うん。 未来のたためにっっっって戦っててて思戦らしたんだなってでもその中でも引きこもごもの思いがあったり金子さんにプログラミングをさせるべきだったんじゃないかなって思われる瞬間とかがあったりなんかやっぱり人の生き方とかねそういう何に命をとしてっていうのは一筋縄ではいかないし簡単に説明できないから一本の映画にしたりするんですけれどもでもその7年の月日っていうのを。 その熱量とその信念っていうのを僕らは受け取って映画に焼き付けたいと思ってどうやら映画に焼き付いたと僕は思っておりますですのであとは三浦さんがおっしゃったようにこの映画を楽しんでいただければと思います本日はありがとうございます